このわずかなギャップの間にダンパーとコイルが入っているという仕組みです。これが SPO です。それでこの心臓部はちょっと暗くて見えにくいかもしれません。ここに心臓部がバラして入れてありますから、これで構造が分かると思うので見てください。これが最初の SPU の原型。それからこれがジュビリーといういわゆるクローズマグネットで作った新しい星のものです。これはオルトホンの85周年を記念して僕は作ってくれということで開発させたものなんです。ジュビリーです。全く違うコンセプトで作ると、今のままでいったら SPU は最後にはなくなると僕は言ったわけですね。なんとかして新しいものを開発しなければダメだと。これはこれでね、残っていくのはいいかもしれないけど、同時に新しいものを作らなきゃいけないということで作ったものがこれです。約6分の1です。エンジンが6分の1で同じ出力が出ます。すごい技術です。それの中にあるのがその巻き線です。これを手で